ロイヤルホールディングス R&K フードサービスシズラー。シズラーは、ステーキ、シーフード、サラダを主力商品とするアメリカ合衆国発祥のレストランチェーンである。1958年にデル・ジョンソンと妻のヘレンが手作りと出来たての美味しさでお客様をおもてなししたいという願いからカリフォルニア州カルバーシティにデルズ・シズラーファミリー・ステークハウスとして創業した。 レストランである。二人の思いは共感を得て、主にアメリカが州国西部を中心とする全米をはじめ、世界に広がった。アメリカで200店以上、日本、オーストラリア、タイ、中国、シンガポール、プエルトリコを含め350店舗近くを展開している。韓国からは2012年に撤退した。2020年9月、新型コロナによる売上激減で、 連邦倒産法第11章の適用を申請。シズラー、三鷹店、ステークロブスターウィズフライズフロムシズラーロイヤルの新業態として日本国内のエリアフランチャイズを取得、日本の食材を取り入れるなどの工夫がなされている。1991年にシズラー新宿三井ビル店を皮切りに10店舗展開されている。かつて1990年代には、 近畿圏や名古屋市内にも展開していた。なお、ロイヤルホールディングスの設立によるロイヤルの持ち株会社制への移行後は、ロイヤルカフェテリアなど、ロイヤルホスト以外のレストトラン運営を担う、ロイヤルカジュアルダイニングに分社化された。2008年6月30日をもって、ロイヤルホスピタリティポイントカードのポイント加算取扱いを終了したが、 ロイヤルホスピタリティポイントカード会員に送られる誕生日特典の割引クーポンはがきはシズラーでも適用される。2010年にキリンビールとロイヤルの合弁会社で当初はシェイキーズの運営に当たっていた R&K フードサービスに吸収合併されたことで同社が運営している。携帯で無料登録できるシズラーの モバイル会員になると、毎月1回8名まで有効な5%オフクーポンや、会員の誕生実月には、バースデークーポンとして20%オフクーポンがもらえる。ありがとうございます。